んにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、埼玉県に来ております。埼玉県の秩父に現在向かっている最中でございます。荒木高専旅館というですね、旅館に本日は泊まる予定で、その途中にある足学母の氷柱つららを見に今向かっております。チェックインまであと1時間2時間近くありますので、時間を潰さないといけないんですよね。なんかぼやけたな、急にぼやけますね。それでですね、そのつららも3箇所ぐらい有名な場所があるみたいなんですけれども、その中の一つの足学母というのが一番口コミが多かったので、そこへ向かっております。今回も前回の伊東の旅行同様ですね、クーポンが出ておりましたので、そちらのクーポンを使って、だいぶお安く宿泊させていただく予定でおります。では足学母氷柱つららまで30分ぐらいドライブですね。楽しみです。てい。あえて現地のローソンでお昼ご飯を買って食べるという行為に私は幸せを感じ、天気良くて気持ちいいですね。埼玉県本当に久しぶりに来ましたけども、多分このチャンネルだとキャンプだ、キャンプで2回行きましたね。初めてのキャンプと、その後はグループキャンプで行った以来ですかね。キャンプでは行ったことあるけど、まさか温泉で秩父に行くっていうのはね、考えもしてなかったんで、どんな雰囲気なのかすごく楽しみなんですよね。やばい、天気もいいし、来たことのない道のドライブなのですごく楽しいですね。で、隣に西武秩父線って、あの電車線路がありまして、駅もね、あの無人駅だったりしてたまらんですよこれ。駐車場着きました。あの道の駅が駐車場になってると知らずですね、1回過ぎてしまって結構行って戻ってきましたね。かなり綺麗な道の駅です。で、人が多いです。見ていただく通り車がすごい止まってて、あれ電車の駅もあんのかな。それではここから徒歩10分だそうですので、歩いていきます。この道の駅足学母でいいのかな。道の駅としてもかなり綺麗でいいですね。川も綺麗だし、のどかだわ。入場料400円ですね。そちらを支払って、ここから歩くみたいですね。ウッドチップが敷き詰められてて、こう施設としても綺麗なので、どんな感じなんでしょうかね。奥の方は下の方にバンガローが見えますね。宿泊できるのかな。結構綺麗だしな。見えます、目の前が川なんですよ。立地としてもいいですね。はい、もうね5分ぐらい歩いたんですけど、また行動に戻りまして、目の前に見えてますね、つららが。さあ、これがどこまで続くんだろう。うおー、電車来ないかな。電車から丸見えですね、このつらら。この小さなトンネルを抜けると、おお、これはすごい、すごい。すごいな、これはどうなってんの、どうやって作ってるの。クラゲみたいな、この塊とか、そこの塊もすごいよこれ。
人工で作られてるんですよね、これ確か。人工とはいうものの規模がなかなか、あの奥の方とか垂れ下がってますからね。見えますか、ほら、モンハンでこんなモンスターいましたね。ここが一番メインのところですかね。すさまじいことになってますよ。逆光で少し暗いけど、今のメインの部分をですね、上から見れるみたいなんで登ります。ああ、もうすでに上からの景色もいいな。はい、上に来ました。何箇所かこういった場所、こう上から撮れるようになってるんですけど、この迫力はカメラ越しじゃ伝わらないだろうな。しかも逆光だしね。いいですね、これ。こういうところにある休みどころって言うんですか、紅茶が無料だそうです。こちらが頂上でございます。周りに人が多いのであまり大きな声出せません。うわ、ブツブツ、全部潰したいね。プチ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 。このつららも見事なんですけれども、あっちにあるねソーラーパネルも綺麗に敷き詰められてて見事ですね。無料の甘酒をいただきました。こういうところで飲むのって美味しいよね。あれ、またこんなところで小林幸子さんいらっしゃいましたね。伊豆のシャボテン公園にもいらっしゃいましたよね。というわけでですね、足学部の標柱いかがでしたでしょうか。カメラ越しでどれぐらい迫力が伝わったか分かりませんけれども、あの実際に見ると本当に圧巻の一言ですね。ただ逆光が気になったので、やはり午前中かあのライトアップ時に見てみたいですね。期間が1ヶ月ぐらいしかやってないので、また見に来れるか分からないですけど、すごくおすすめです。ではこの後旅館のチェックインの時間も迫っておりますので、もうね寒くてね口が回らない、旅館のチェックインの時間も迫っておりますので、旅館の方へ向かいたいと思います。あのここから宿の距離を調べてみたんですけれど、10分ちょいで着くみたいで、それだと少しチェックインの時間早いので、近くにある浦山ダム、まあ、近くでもないんですけど、そちらのダムに向かって軽く見てから宿に向かおうかなという流れになりましたね。
裏山ダム着きました。でかいよこれは。相当でかいんじゃないか。まあ、そこまでダム詳しいわけじゃないんですけど、でかー。あ、こっちの景色見てくださいよこれ。え、下どんくらい高いのこれ。お、お、この高さよ。おお、下にも駐車場ある。エレベーターありそうだな。ダムカードというのがあったのでやってみます。無料？このね、ここを踏むらしいです。踏んでみます。はい、ありがとうございました。はい、というわけでですね、足学母の氷柱と裏山ダムですね、こちらの2箇所を回ったんですけれども、この動画でだいぶ長くなってしまったと思いますので、荒木旅館さん編ですね、宿編は後編に分けて、アップさせていただきます。概要欄 URL より続きをご覧いただけたら幸いでございます。では宿に向かっちゃいます。後編でお会いしましょう。バイバイ。着きました、荒木高専旅館さん。素敵な外観ですね、古民家風の。